この聖団会の開催にあたり、覚醒家の英傑をお招きできました。太刀は生きていた時、刀使いだった。子供は一人いたが、命を狙われ、幼くして死んだ。明日の聖団会で存分に議論すればいいでしょう。太刀の正体が誰だか分かったか？